どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、日本で初めてのビーフシチュー、海軍さんの町のビーフシチュー。はい、ということで、なんでも、日本にビーフシチューがね伝来したのは、かつてこの海軍さんがね海外で食ったの目が立つって持ってきたというね説がございます。レトロな当時の再現したビーフシチューがあったので、日本で最古の味なんじゃねえか説のビーフシチュー食べてみましょう。ドドン、やってまいりました、海軍さんの町のビーフシチュー。佐世保陳州府明治22年開庁で、ここ佐世保、海軍さんのビーフシチューは旧海軍陳州府の司令が務めた東郷平八郎さんが愛したビーフシチュー、レトロな味わいに再現して仕上げました。お、中が、デミグラソース、トマトケチャップ、牛肉、人参、バター、マンゴーチャツネ、ワイン、生クリーム、すごい入っている。すごい。今2023年8月なんですけど、2021年10月ギリギリ間に合ってくれたようだ。ギリギリ、危ねえ。レトロだね、レトロ。うん。で、あのね、ビーフシチューでね、ちょっと肉じゃがにまつわる話、皆さん聞いたことありますか？実はですね、これ、諸説ありますが、東郷平八郎さんなのかな？うん。イギリス留学に食べたビーフシチューが、感情食として作るように、美味しかったんだね。で、日本に帰ってきた後に、ビーフシチューってのは、こう、あれこれこれこれ、こういうのあるから、なんかこういうのだから、作ってっていうね、これ諸説ありますけどね。ビーフシチューを再現してくれと、言ったところ、調理員が当時貴重だった赤ワインの代わりに醤油を入れるなど、だいぶアクロバティック。だいぶ、ワインがない。醤油だ。色かな？似てんのは。まあ、仕方ないね。ないもんね。で、醤油を入れるなど試行錯誤を重ねた結果、甘煮が生まれたのではないかという説がある。その作り方は当時の海軍中将管理教科書に載せられていた。これが、昭和40年代に女性誌で肉じゃがという名前で紹介されたことにより家庭料理として普及。肉じゃがを普及させたのは海軍だね。すげえな、それは。これをやっとワイン仕入れで、うん、これこれってなったのがコツだ。それではいきます。開封用意、開封。おいよ、よっしゃ、温めます。よっしゃ、温まりました。それではいきましょう。開封用意、開封。さあ、見せてくれ。おほほほほ、待って、ダンチャーク、今どうなんでしょう。おーおーおー、茶色い。まあ、茶色いか。そっか。おお、ゴロゴロだな。こういうもんなのか。なんかあ、ワインか。なんか発酵臭がするよ。発酵した匂いする。チーズワイン。あ、すっげえ。なんか大丈夫だよね。ほい、出来上がりました。いい、海軍さんの町の再現ビーフシチュー。こんな感じで、赤茶色というか、ほんと赤いね、思ったより。あ、ワインのせいなのか。トマト全粉乳。そっか、全粉乳。あ、醤油入ってる。さあ、それでは早速こちらいただきます。いただきましょう。これをだな。よし、ゴロゴロ肉、人参とがっつりの、あ、これね、ビーフ第2、人参2っていう感じです。よっしゃ、いただきます。うん、酸味。なんだこれは、今のビーフシチューと違うぞ。トマトソース、うまい、うまいよ、うまいのだが、スパゲティミートソースに近い、ビーフシチューっていう、今のビーフシチューと違うな。だいぶ、このケチャップ、マンゴーチャツネが入ってるにせよ、ケチャップ感だね。なんか、かなり、醤油も感じる。塩って、醤油、ケチャップ、酸味、後ろに牛肉の旨味、ゴロゴロの牛肉で、こう噛めば噛むほどの赤身の牛肉、人参がね、こう程よく甘くて柔らかい。これはなんだ、不思議だぞ。ソースみたい、ブルドッグソースみたいな感じもある。結構酸味甘、酸味甘トマト、
ミートソースの味みたいな感じで、ワインだな、ワインこれかなり効いてるよ。でね、なんかね、最後ね、バターのようなこう乳を感じます。バターかのようなまろやかさがある。うめえ、うまいけど今のビーフシチューと多分全然違う。肉じゃが感あるかもな、トマト肉じゃがみたいな。トマト肉じゃがワイン、それはもうビーフシチューだそれはもうビーフシチューか。うん、あとちょっと気になるのが、2年経ってるからなのか、古き戦闘糧食のような香りをいでたち始めたんたも。ちょっとねちょっと2年、丸2年ほど経ってるんで、ちょっと来てますね多分。このニューが、あ、チーズのようと表現したんですけど、多分ね、これは入りの酸味、トマト、牛肉の旨味、バターのようなね、こうまろやかさが持っていくはずなんだよ。チーズな感じにいってる。うん、多分。でも全然うまい、全然問題ない。ちょっとね、なんかそんな気がするだけで、これワイン入ってるからね。うん、うまい、酸味がめっちゃくる。あのねかなりの酸味、もう酢入れてるぐらい。なんならワインの酸味と多分ケチャップの酸味だね。砂糖、中濃ソース、中濃ソースとワインめっちゃくるよ、酸味、ワイン。もう人参とかね、鈴毛ぐらい酸っぱいこれはあれだね、醤油入ってっから日本版だね。あっちで食べたんじゃなくて、日本に帰ってきてからの再現で、赤ワイン手に入ってからだね。肉じゃが以降のこれこれって言ったやつだね。うん、ちょっと酢入れたぐらい酸っぱい東郷平八郎さんも多分こういうああこれこれって言ったに違いない。まず味見してるそのね、給養員の方もこう味見して、赤ワイン手に入った、多分これこの味になってたよこれでね、言ったに違いない。結構酸味ある。はい、ということで、海軍さんの町のビーフシチュー、当時のレシピで、再現したと。現代のビーフシチューよりトマト感が強く酸味が強い、そういうビーフシチューでした。そうだ、何十年も前、100年、もう何十年前にね、こんな、なんていうの、洋食のご飯を食べてたら、確かにこれ感動するね。ワインとかも飲んだことねえだろうしね。この独特なスープみたいなシチューでございました。とっても目当てです。また何かありましたら紹介させていただきます。本日はこれまで。それじゃまた。また明日。